抹茶レッチョンです。いつもご視聴、コメント、高評価本当にありがとうございます。ということで今回はモンストをやっていきましょう。はい、皆さんはオールフォーワン完成させましたか？結構前に僕は完成させました。で今回はこの3体のオールフォーワンを使って、覇者の塔をちょっとやってみようかなと思います。であんまり下すぎてもあれなんで、ちょうどいいとこないかなっつって探したら35階とかいいんじゃないでしょうか。でフレンドさんにもさっきオールフォーワンいたのでお借りして、まあタスカンは2体してないんですが、このパーティーで行きたいと思います。いや楽しみですね。汎用性が高いからどうなんだろうと思っております。ではやっていきましょうか。お、結構強いぞ。今の時点では強いですね。お、ゲージを見せた。ここ縦貫しましょうか。縦貫というか、まあ縦に移動しましょう。オッケー。あそこの中に入りたいですね。オッケーです。では下の2体倒しましょう。いいですね。これでいきましょうか。なんとか友情当たりに行きたいですね。いい感じです。下がっていきましょうか。蘇生がちょっとめんどくさいかもしれないですね。いい感じです。さあ友情当たっていきましょう。ここはきっちり横勘で処理しましょう。死体蹴りですね。いい感じです。こちら先に倒しましょう。次で倒せそうですね。おっと。ちょっと火力が足りてないかもしれません。こちらを先に倒しますか。惜しい。いい感じですね。ちょっと痛いですね。相手が光属性だから。じゃあ SS 溜まったんで撃ちましょうか。
すげえ。今のところ大丈夫そうですね。まずこれ下を倒さないといけないので、下を倒しましょうか。反射がいないからちょっときついですね。いけるか不安ですが、ちょっとやってみたいと思います。全然ダメージは入んないですね。OK です。そしたら上倒していきましょう。結構危ないですね。OK。 惜しい。キンハート来ました。でここでこれを食らうと。ではこういきましょう。攻撃力を下げたのでもう痛くないですね。さあ雑魚処理が完了しました。いい感じです。火力が上がってるんで、上に行きましょう。いいですね。ではこちらを倒しましょうか。で攻撃力ダウン。じゃあ防御力もダウンさせましょう。OK ですね。さあ、SS 溜まってしまいました。じゃあ最終は SS で決めましょうか。結構硬いですね。やはり倒すべきなのでしょうか。
火力が上がってるので SS 落ちます。いや硬いですね。防御を下げました。うわー惜しい。はい、ということで、負けてしまいましたが、まあ雑魚処理をちゃんとうまくやれれば勝てるという結果ですね。はい。いや、まさか負けるとは思ってなかったんですけど、ちょっとタスカンさせてないのが敗因かなと思いました。すいませんでした。ちょっと負けてしまったのはね、ナメプじゃないですけどね。はい、という感じで、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。